デスマッチ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はローカスと一応予備でクーダを持ってやっていきたいと思います。チームデスマッチ、いいですね。さーて、ボイスチャットついてる敵さんをキルした敵の反応が気になるけどやばいな。プレイステーション3版、ほんと面白い方がいるんですよね。結構味方さん申し訳ない。おー、やってるね、やってるね。難しい。感度は一応プレイステーション4と同じ感度にはしてあるんですけど、どうだ、そっちから来るんじゃないのかい。どう来る。ごめん、ここはキルできる気がしないのでこっちで行かせていただきました。申し訳ございません。 What happened? ちょ待って、いきなり来た敵さんにびっくりしてしまった。ちょっと待ってくれあー、待って、リスボーン地点がよくわからぬ。よいしょ、こっちから行く。アフターブラスターつけてなかったか。つけてなかったようですね。使用可能。何が、リッパーがそうだ、僕リッパー使用可能。えワンダー、今のヘッドショットかい今のヘッドショットなのか。めっちゃ腰狙ってて気がするんだけど、こっから狙えるんだよね、プレイステーション3版は。プレイステーション4版なんかここ、何か、ちゃんとした壁になってるんだけど。どうだ、敵さんいるかい。いらっしゃらない。待って、結構攻め込まれてない。あれ結構攻め込まれてね。うわー、いたのかいたのか、ずーっといたのか。敵 UV 接近。どう来る、何 ?VMP はプレイステーション3版のブレすごいよ。どんだけって言いたくなるくらいすごいよ。ワンダン、敵 HCXD 確認。あー、逃げてー、逃げてーっていうか逃げたーい。隣から来た隣人が来てしまったようだ。あれ待って、さっきここいたよね。うわぁ、立派な相変わらずびっくりする癖は治っていないようですな。ん、顔を出して、顔を出して、顔は出してくれないようだ。敵はどこだ。お、おったくね。ワンダン、こっちいる、来るんじゃね。オッケー、ワンダン、もう一体来るか、来るか。ライトニングストライクが来るぞ。一応大丈夫か。大丈夫ですね。よっしゃ、じゃあスナイパー乗っていきましょう。マジか。あいろんなとこにいて怖い。いや、まあそういうもんなんだけど。オッケー、ワンダウン。今のヘッドショットなんだね。え、UV! UV よ、もっと早く来るのだ。もう常にビンビンに立っててください。そんな鬼畜系やってたまるか。UV 出したら勝ちみたいなもんじゃん。プレイステーション4版では即死範囲ですよ。なんでそっちから来るん。くるー、無理、そんなかっこいいことは僕にはできぬ。あーにゃー当たるだろう当たんねーのー。懐かしいな、この感覚。ほんと気づくのか、一瞬下打ちされてるのかと思った。多分下打ちじゃないよね。上にはいないでしょ。上にはいない、いいね。てか上にいないでくれ。あー、なんか後ろ来てないか。敵 UAV 発見。これは怖い、嫌だ、嫌だなー、敵 UAV。 もうマジでさ、
アーガスとかはまあ辛い。まあスナイパーだから仕方がないか。でもクルードに持ち替えててもよかった。よくもやってくれたな、さっきは。で、なんかすーげーとこでリスボンするよね、ほんと。は？見えん。見えぬ。辛いな。辛い。そこおる。なんだよ、今の。絶対当たってるだろう。回線4本立ってんのになぁ。どうした？近くにいるかな？敵の強化戦取り、作戦エリア内に確認。まあずっと僕撃ち続けたまえ。敵 UAB 接近。これは負けかな。これは負けかな。勝てねえな、強化戦取りあんなとこ出されたら。ん？左か？ナイスです、味方さん。あの強化戦トリを壊しに行きたいんですけど、まともに動くことすらできなくなってきたぞ。どうした？せめてまともには動かせてくれ。敵 UAB 発見。極めて重要な局面だ。全力で臨め。敵のケアパッケージ。よいしょ。敵のケアパッケージ。そう、タイミングよく当ててくるか。通知する。敵ヘルストーム接近。スナイパーライフルは辛いかな。やっぱなんかね、普通の銃使っててもなんか当たってるだろうって弾が当たってないことがある。ローリングサンダー、ローリングサンダーっぽいですね。ちょっとここにいたら大丈夫かな。決まってねえよ。ちゃんとした戦いなのじゃ。頑張っとんじゃこっちは。頑張ってんだよこっちは。もう辛いんだから。さあカモン、上に行った。マジ当たってるだろ。マジでさ、なかなかキルできないし、仕方がないかな。まあこればっかりは。回線を良くする方法っつったら、まあちゃんとね、あのなんていうの、 Wi-Fi のケーブルをちゃんとつなげばいいんですけど、まあそこまでしてもな。まああれはイモリじゃないよね。一応スナイパーライフル使って結構頑張ってたんだよ、僕。キルしようと頑張ってたんですよ。土地砂がそこまでできる感じじゃないから。辛い。辛いものがある。パッチが来てないから、ほんとスナイパーライフル、ローカスの即死範囲が狭いんだよな。それさえ来ててくれれば結構いけるような気がするんですけど。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。